ということで、こんにちは、パーカッションの高文です。今回はタンクでございます。みんな大好きタンクということで、これボンゴがねめちゃくちゃかっこいい楽曲なんですけれども、今聴いていただいたのはね全て僕の演奏です。はい、まあ、ボンゴはいいとしてね、ベースとかギターとかも僕の演奏だったらちょっと拙なかったかと思うんですけれども、ボンゴのフレーズはね、このオリジナルの楽曲のフレーズをそのままコピーした、まあ、ほぼ完コピの内容でございました。はい。ので、このチャンネルではですね、パーカッションのレッスン動画とか投稿してますので、せっかくなんで、これ、みんな叩けるようになりませんかというのが今回の企画でございます。はい。まあ、結構ね難しいから中級者上級者向けの内容にはなるんだけれども、まあビギナーの方、初心者の方でもですね、あ、そういう風にボンゴのソロ取ればいいんだ、こういう風にやるんだっていうのをね、知っていただくだけでも今後の練習のモチベーションになるかなと思いますので、こんな風に叩くんだよっていうのをね解説いたしますので、ぜひ最後まで見て習得していただければと思います。はい。そもそもこうタンクって何ぞやとねいう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、簡単に解説させていただくと、タンクっていうのはアニメカウボーイビバップのテーマ曲でございます。はい。98年、結構昔のアニメなんですけれども、これ日本に限らずね、世界中でとても人気があるアニメで、特にこのテーマ曲タンクがむちゃくちゃかっこいいぞと話題になりましたよね。まあそれもそのはず、作曲者は菅野陽子さんといったところで、演奏してるのはねシートベルツっていう名前なんですけども、まあその実態は日本のトップスタジオミュージシャンたちでございます。はい。でボンゴだったりパーカッション演奏してるのはマタロウさん、三沢マタロウさんというね、まあ、僕の大先輩でございますので、大変恐れ多いんですけども、今回ねフレーズなど分析させていただきます。はい。のでまだね聞いたことないよという方、ぜひ検索して見てみてください。本家の映像だったりね、音が聞けると思います。で僕この楽曲を聞いた時ですね、あ、スパイ大作戦がやりたいんだなって思ったんですね。スパイ大作戦のテーマってね、まあ、超有名な、テーマ曲、まあ、ミッションインポッシブルなんかでねカバーされてますけれども、あの楽曲もボンゴがすごい目立つ楽曲で、まあ、要するにねそのインスト、歌物ではない楽器だけのインストルメンタルでボンゴが入るとどういう効果が生まれるのかっていうところまでね感じ取っていただきたいんですね。こういう楽曲でボンゴが入るとすごいスピード感が出ますし、スリリングなね感じっていうのがめちゃくちゃ演出できるっていうところなんですね。はい。では実際ボンゴがどういうふうに叩かれてるのかっていうのを見てみましょう。今回ですね、カウボーイビバップのサウンドトラックに収録されているタンクの演奏ボンゴのフレーズというのをコピーしましたので、それを見ていきます。で特にイントロの部分ですね、曲が始まってすぐの部分でボンゴがめちゃくちゃ目立つ、まあ、ほとんどソロと言ってもいいぐらいのね暴れっぷりなので、特にそのイントロの部分を見ていきます。曲が始まってからテーマがタラッタラッタラッタラーラーっていうのが始まってからはもう限りなくねシンプルなパターンみたいな、マルティージョのようなねパターンで、時折フィルインをするようなフレーズなので、まあ、このチャンネルを見てる皆さんのね叩ける聞き取れる内容だと思いますので、特にねイントロの部分、ソロの部分がどうなってるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。ではベースラインに合わせて僕が叩いたものを一度見ていただいて、その後にですねその半分のテンポ、超ゆっくりのテンポで叩くっていうのも一回見ていただきますので、どういうフレーズ、どんな風に叩いてるのかなっていうのをチェックしていただければと思います。それではどうぞ。いかがでしょうか。できそうでしょうか。難しそうでしょうか。はい。でこれねよくいただく質問なんですけども、こういうのやるときに譜面ってあるんですかってね質問いただくんですけれども、まあ、例えばプロの現場でレコーディングするってなった場合ですね、譜面いただいたとしても大体ねその長さしか書いてない、小節数しか書いていないことがほとんどです。まあ、つまりね全部アドリブで叩いてます。
まあ、その場の気分だったり、この8小節間ボンゴちょっと派手に叩いてくださいとかね、ちょっと自由に叩いてみてくださいみたいに言われることがほとんどです。で、実際にこの音源、このタンクの演奏もですね、おそらく、8小節間自由に叩いちゃってみたいに言われて叩いたものだと思いますけれども、今回ね、僕これを譜面に取りましたので、これを元にやっていきたいと思います。全部で8小節、1,2,3,4 でね、4カウントが1小節だとしたら、それが8個分、8小節分の、まあ、ソロの長さがありますので、これを1小節ずつ見ていきたいと思います。はい、ではまず1小節目からです。こういうのやるときのコツはですね、まず口で歌えるようになった方がいいですね。まあ、いきなり手で叩くというよりかは、まあ、どういう歌い方をしているのかっていうのをね、含めて口で歌えるようになってから実際に手で叩くとスムーズにできると思います。はい、まずね、僕はこの低い方をドあるいはトで歌って、高い方をカで歌います。で、もう一個ね、ヒールして押さえて叩く、まあ、今回のスラップみたいなね、音が出てきますので、これをパで歌います。はい、まず1小節目歌います。ドカパトドドカカ、ドカパトドドカカ。はい、カカっていうのはね、次の小節につながるフレーズになりますけれども、ドカパトドドカカ。こんな感じですね。ちょっとゆっくり叩いてみます。ドカパドドド。基本的にずっとこう右左右左オルタネイトをキープした状態、まあ、軽くね、こういうふうにゴーストノートというかクローズノート刻んでもいいんですけれども、特にこの目立つところでしっかりと叩いて、まあ、それ以外はずっとこうひたひた刻んでいるか、まあ、フレーズによってはね、ちょっと休んでもいいかなというところです。ちょっと間を埋めながらやってみます。せーの、ドタパドドツドパパ、ドカパドドド。このマタロさんのフレーズの面白いところはですね、このヒールした状態でピッっていうね、まあ、今回のスラップに当たるような音をちょっと入れると、このリズムフレーズのアクセントになるといった感じですね。これ繰り返して叩いてみます。今手元に楽器がない方は膝の上や口で歌って練習してみてください。いきますよ、せーの、おかぱどどどかかとんぱぱどどど。はい、ビギナーの方はね、この1小節が叩けるだけでも、普段のリズムパターンとか、ちょっとしたアクセントになるかなと思いますので、ぜひ覚えていただければと思います。それでは2小節目いきます。せーの、カカパドカカカカツド。はい、ちょっと難しいですね。カカパドカカカカツド。はい、まあ、これね、ボンゴらしいアクセントの位置なんですけれども、叩いてみると、カカパドカカカカド。はい、ヒールトゥなんかね、出ちゃったりして、まあ、これほとんど聞き取れないんですけども、おそらくヒールトゥ叩いてると思います。まあ、ボンゴらしいね、フレーズなんですけれども、カカパドカカカカド。はい、こうなります。まず最初、カカッと2発叩いた後にヒールついて、次の右手をミュートしたスラップの音を鳴らすと、カカンパ、この音ですね。カカンパ。はい。カカンパドカ。ここまではいいとして、次、ウカカっていうね。ウカカ。つまり、ツカカツっていうようなアクセントなんですけども、これボンゴでめちゃくちゃありますね。つかかって、
つかか、はい、もうこれだけ覚えててもいいぐらいな感じです。最初から続けてやると、かかんぱとかんかか、はい。でこのあと、かどかつつど、右手一発叩いて左手でヒールトゥ、はい。ちなみにその次の小節にかかっていて、かどどかつつどつつどっていうねフレーズになるんですけども、オープンヒールトゥオープンでかつつどで叩きます。流れ叩くと、かかんぱどかかかかつつど、これ繰り返して続けて叩いてみます。いきますよ、せーの、かかぱどかかかかどかかぱどかかかかどかかぱどか、はい、できましたでしょうか。まあ、ゆっくりならね、まだできるよという方もね、これ早くなると、まあ、めちゃくちゃ難しくなりますので、ゆっくりから徐々に練習してみてください。はい、では3小節目いきます。つつとかかかラトトトかになります。はい、つつとかかかラトトトか、はい、トラってなんだよってね話なんですけども、これフラム、まあ、短く早くこう両手で、叩くようなフレーズが入ります。これもねボンゴでよく出てくるし、これがね決まるとむちゃくちゃかっこいいフレーズになります。歌い方は僕はねトラッ、トラッっていうようなね歌い方をしておりますので、まあ、できたらねこれ真似してみてください。もう一回いきます。ツッツとカカカトラトトトカ、せーの、つつとかかかトラトトトか、せーの、つつとかかかトラトトトか、いきます、せーの、つつとかかかトラトトトか、このままいきます。つつとかかかトラトトトか、ちょっとゆっくりめに繰り返して叩いてみますのでやってみてください。せーの、つつと、かか、か、トラトトト、か、つつと、かか、か、トラトトト、か、つつと、かか、か、トラトトト、か、つつと、かか、か、トラトトト、では4小節目いきます。せーの、ふかかかぱとととかかどか、はい、難しい、しかしかっこいいですね。ふかかかぱとととかかどかですね。ふかかかぱとととかかどか、せーの、かかかぱとととかかとか、せーの、かかかぱとととかかとか、はい、結構ねこれコツがいっぱいあるんですけれども、まず最初ふかかかっていうね、最初一発休んでふかかか3発叩きます。3発叩いて、この後すぐヒール入ります。かかか、はい、ヒール入ってスラップっていう感じなので、できたらですね、このフカカカっていうのを右手から始めるとスムーズなのではないかなと思います。で3発叩いて左手でヒールやって右手でスラップですね。はい、まあ、もしかしたら左右左で押さえて、まあ、こういう風にやってるかもしれないんですけれども、まあ、綺麗に叩く
交互に叩く分には右手から始めて、右左右左右、ふかかかばふかかかばってやると綺麗かなと思います。はい。でその後ですね、うかかかばとととはい、ダブルノートシングルとととってね、倍速の速さで叩くとととと、か、まあ、この後すぐ左手で高い方ですね、トトトカカトカ、ゆっくりやります。うかかかパトトトカカトカカカカパトトカカ、はい。まあ僕はですけれども、この間もねずっとこう細かく軽く触れて埋めていた方がやりやすいなと感じましたけれども、どっちでもいいかなと思います。早くなっちゃったらね、こう刻んでるのも結構辛くなってくるかなと思いますので、ふかかかぱーとどどかかとかっていうこのアクセントだけ叩くか、もしくはふかかかぱーところかかとかってこう間も軽く溢れるようにするか、まあ好きな方でいいと思います。はい。で今やった前半の4小節を続けて叩いてみます。はい。正直ね、前半の方が難しいです。のでこれができたら、まあ後半楽ちんっていうか、もう勝ったなと思っていただいて大丈夫です。はい。ゆっくり叩いてみますので、チェックしてみてください。せーの、とかぱとととかかかかぱとかかかかつととかかかとととととかかかかかとととかかか。おお、特にねこの 2,3,4 のね連続するところがねむずいっすよね。はい。では後半です。5小節目いきます。せーの、かかかかかとかとかですね、かかかかかとかとか。はい。これ簡単だ。ふかかかかかとかとか、ふかかかかかとかとか。はい。まあボンゴらしいフレーズなんですけれども、まあずっと右左交互でアクセントの部分だけを強調してあげるといいかなと思います。まあつまり最初ふかふかだから左ですね、左で行って次が右で次がふか。まあ、ここはね、ふかすとってこう左で行くというよりかは、左、右で叩いて、かとか、ふかとかとか。このフレーズ自体が、まあ、右、左、交互の手順になるように感じで叩くといいかな。ふかかかか、ふかとかとか、ふかふかかか、ふかとかとかですね。はい。では次、6小節目です。ふかかかどどどどかかかかですね、ふかかかどどどどかかかか。これも簡単だ。ふかかかどどどどかかかか、ふかかかどどどどかかかか。はい。どどどどっていうのがね気持ちいいな。ふかかかどどどどかかかかかかかどどどどかかかか、かかかどどどどかかかか。はい。では7小節目いきます。せーの、かとかぱどととかとと、はい、かとかぱどととかとと。はい。またフラムが出てくるっていうのと、一箇所ね思いっきりこうアクセントで叩いてる、まあおそらくねオープンスラップ、コンガでいうスラップみたいな叩き方をしているところがあるんだけれども、かとかパ、ここですね、かとかパってこう強調して叩いている。でこのかとかってこのどの音はね、あの音源だとまあ限りなく聞こえないっていうか、まあ、ほとんど認識できないんだけれども、おそらくね
カー、こういう風に叩いてるかなと思います。カードカーパー、カードカーパーって感じですね。でその後フトトトカトト、はい、ここでもフラムが出てきます。フトトトカトト、なので、手順もね、左から始めて左右左で、フラムを右左で行って右左にすると叩きやすいかなと思います。後半部分だけやるとフトトトカトト、フトトトカトト、続けて7小節目をやるとカドカパトトトカトトになります。せーの、カドカパトトトカトト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 、はいはい、いよいよ最後8小節目でございます。これが終わるとこの後テーマが始まってリズムパターンになるといった感じですね。8小節目どんな感じかっていうと、うかかかドドドドドかかか、はい、まあ、最後だけあってね、もうこのフレーズ、ソロのフレーズを終始させている、終わらせているっていう感じですね。結構わかりやすいフレーズです。うかかかどどどどどかかかですね。せーの、ふかかかどどどどどかかか、せーの、かかかどどどどどかかか、はい、まあこれもずっと右左を刻んでアクセントだけ目立たせるという感じです。はい、では後半の4小節を続けてゆっくり叩いてみますのでチェックしてみてください。せーの、カカカカカドカカカカカドドドドカカカカカドカパドドドカドドカカカカカカカドカドカカカカドドドドカカカカカドカパドドドカドドカカカドドドドドカカカ、では前半からすべてゆっくり続けて叩いてみます。せーの、カパドドドカカカカパドカカカカドドカカカトトトトカカカカカドコドカカドカカカカカドカカカカドドドドカカカカカドカカコドドカドドカカカドドドドドカ、はい、では結構早めで叩いてみます。せーの、はい、というわけで今回はタンクのボンゴのフレーズ叩いてみました。いかがでしたでしょうか。まあ、おそらくね、多くの方は難しいと思ったのではないかなと思いますけれども、まあ確かにね、難しいんですけれども、じっくりじっくり、練習、繰り返しやればですね、決して叩けないフレーズではないので、じっくりと、トライしていただければいいかなと思います。はい。で、今回使った譜面をですね、僕のツイッターの方に上げておきますので、必要な方は、使ってみてください。で、これをね、まあこのタンクで、まあ、実際に演奏してもいいですし、これ以外の楽曲でもね、結構使えるフレーズがたくさん出てきましたので、ぜひみんなの引き出しの中に入れていただければいいかなと思います。
はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の見るのために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日に YouTube ライブ使ってパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。